日産は母校をフルモデルチェンジし、2月1日より全国一斉に発売しました。モコの最大の特徴は、乗る人が自分らしさをおしゃれに表現できるエクステリアとインテリアです。8色のボディカラーとそれにマッチする2色のインテリアカラーを採用し、また利便性の高い装備として買い物袋やバッグなどが簡単に入るシートや、使い勝手のいい運転席周りの収納などを採用しました。